今日のお話は「レインボーの国というお話ですどんな国だと思うこのレインボーの国はね最初は色がない世界だったんだよ何にも色がないって想像できるお布団をかぶってみましょう暗いのかな明るいのかな何色でもないって何色なんだろう これには訳がありました。この国を作った神様は子供でした。この国を鉛筆でささーっと書いていたのですが何色にするか悩んでいたらお友達に遊びに誘われてすっかり忘れていたのです。たまに思い出すことはあってもボール遊びで負けてしまったりお友達と喧嘩してしまったり ちょっと胸がもやもやしてて色なんて思いつきもしません。元気がない時って世界に色がないように見える時がありますね。元気がある時はまぶしいくらい色が光ることもありませんか素敵な色が見えたら誰かに教えてあげましょう。ある日、 あーそうぼうとお友達が来てくれました。今日はお外は嫌だ。神様の子供は断りました。お友達が絵に気づきました。じゃあ、それに一緒に色塗ろうよ。二人は黙々と塗りました。いつの間にか心もうきうきしてきました。 完成です二人で絵を見てにっこりしました。赤や黄色緑青オレンジ、紫こんなにいっぱい色塗れた。レインボーの国だ神様の子供は叫びました。こうしてレインボーの国は生まれたそうです。 お布団から顔を出してみて。み「ほらレインボーの国と同じ色がいっぱい探してみてね」「ねんねしたら明日、自分の思う色でレインボーの国を作ってみようか」「楽しみだね」「おやすみ」